ありちゃんです。今日は2022年の目標を発表していきたいと思います。なので今日はちょっと お話ししながらみたいな YouTube なんですけど、お供をですね、じゃじゃーん、これを飲みながらちょっとおしゃべりしていこうかなと思うんですけど、こちらスタバのトリプル生チョコなんだ。ちゃんと調べとけっていう話なんですけれども、トリプル生チョコレートフラペチーノ、はい、こちらスタバのトリプル生チョコレートフラペチーノ、新しいやつ飲みたかったんだよね。チョコめっちゃ好きやからさ、ちょっともうちょっと、あ、ちょっと溶けちゃってるんですけど、こちらとご飯まだ食べてないからお昼ご飯として、照り焼きチキン石窯、はい、こちらとあとこちらを買ってきました。美味しそうじゃない？ではこちらを食べながらおしゃべりしていきたいと思います。サムネ撮ろう、サムネ。こんな感じかな。スタバのストローがこの紙になってから私は初めてスタバを飲みます。いただきます。美味しい。チョコレートですね。冷た、はあ、冷たい。あ、温めてきた。美味しそう。もう一回サムネ撮ろう。食いしん坊みたい。いただきます。うん、美味しい。いや、めっちゃいい組み合わせよ、これとこれ。甘いのとしょっぱいのはたまらんね。いくらでもいけそう。いや、普通野菜から食えって話じゃない。てかさ、今日スタバ行ったらさ、若い子たちがスタバ1個頼んでゲームしてたんだけど、最近の若い子たちはスタバでたまるんですね。スタバってさ、500円とかするわけじゃん。私が学生の時とかはマック行ってポテト100円、 L サイズ100円の時とかあったじゃん。 L サイズのポテト買って、で水を頼むじゃん。で水とポテト100円で、ずっと喋ってた。いや、私の時代はそうだったのに。で、私田舎だった頃か。今の若い子たちはおしゃれですね。この野菜のやつも食べちゃいたいと思います。うん、うん、あっさりで美味しいです。はい、ということで今年の目標を話していきたいと思うんですけど、もうね、やばいんですよ。やばい。ですね、ちょっとやばいので今年の目標をもうここでバーンってもう言っちゃって頑張っていきたいと思うんですけど、まず YouTube チャンネル登録者数5000人を目指します。1万人と悩んだんですけど、現実目標5000人はもういかないとまずいぞということで、5000人を目標に掲げて進んでいこうと思います。あわよくば1万人。あ、お腹めっちゃ鳴るんやけど、やばい。で、TikTok、年内3万人を目標にやっていきたいと思います。5万人ともやったけど、うん。TikTok は3万人頑張ってやっていきたいと思うので、皆さん応援お願いします。こうやって宣言しないと、最近だらけありさなので、やばいと思って。言ってるぜみたいな YouTuber いっぱいいるじゃないですか。ちょっと私も活を入れるためにも目標設定をしないといけないなと思いまして、そのために YouTube では週1投稿はもうこのまま続けていこうと思います。それにプラスアルファもう1本その週に増やせたらいいなと思いまして、本数を上げないことにはもうどうにもにゃやん。うん、平日仕事してるので、それの合間に編集撮影ってなると、まあ、ちょっと辛いんだけど、ちょっと頑張っていこうかなと思います。今年は頑張りたい。このままじゃダメだ。飲み配信増やしたりとか、友達と飲み下したりとか、まあ、そういう感じのことをやっていきたいな。まあ、そんな感じで今年1年私のことを見守っていただければと思います。で、 TikTok はまあ今もうずっと毎日更新続けてきてるんですけど、今年ももう今年は1年間やったるぞということで、365日毎日 TikTok を更新します。多分あとは週1の TikTok ライブ配信、これもやっていこうと思うので、みんな来て
人が来ないとすんごい寂しいの。寂しがり屋なので、まあ、そんな感じで今年は頑張っていきたいと思うので、皆さん応援よろしくという感じでございます。なんかもっとこれ甘いのかと思ってたら全然甘くないよ。なんか生チョコ感が思ったよりもさないんだよね。うん、もっと生チョコドロドロみたいな予想しとったけどちょっと違った。うん、でも美味しいです。甘すぎないから軽く一杯いけちゃう。いけちゃうけど絶対さカロリーやばいよな。いや、まあチャンネル登録者を増やすためにもちょっとね痩せたいと思います。もっと私は今年はね出していけたらいいなって思います。カメラを前にすると緊張するんよ本当に。まあ本来の私が出せていないというか、まあ、もっとリラックスして今年は撮影してみんなを楽しませられたらいいなって思ってます。なんかこういうのやってほしいなとかあったらぜひコメントに書いてくれたら嬉しいです。あと質問返しとかもやってみたい。なんか質問あったらツイッターでもいいしインスタでもいいし YouTube のコメントでもいいし送ってくれたら嬉しいっていうか、まあ、質問返しの動画とかも作れるよっていうことですね。はいはい、ということで YouTube と TikTok 頑張ってやっていきたいと思うのでみんな応援よろしくね。俺についてこい。ホットも飲んでみたい。ということで今日はそんな感じの動画でした。目標を掲げて頑張るぞ。はい、じゃあここまで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、あとはコメントもくれると嬉しいということです。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。